真夜中アリーナ。いろいろとひどかったです。ようこそベルベットに。やばかったですね。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。さっきの大会の時の前線は何だったんですか。まずは名前を伺っておくといたしましょうか。ああ、てかゼロ回線だからなかったんですね。俺の出番。あなたの推しもあなたの望み、あなたを鼓舞してくれる方のお姿を今それでご分。下克上なるか。真田道家打線どうなっていくか。わかりたまえ。フェイタル打ってない。ボリュームじゃない。当たって。マイクがありますよ。楽しいマイクのお時間ですよ。あ、すいません、マイクの時間ですか。すみません、なんかなんかお見苦しいものをね。え、で、これ誰。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質。お任せください。これ罪ですね。それで罪です。アイリスもサラダも罪です。ジューゼルです。終わりです。この牙城をぶち壊せるか。終わりです、終わりです。これダブルアップ、ガフガフ。
が超えるわけ。なんかちょっと怪しい、なんかちょっと怪しいめくり。あれよあれよで一本ですのに、の。ハンプ、全力で。ハンプ、完全にマイクの着陸でしょうね。体のカルボンも使わめちゃいかん。まだゲージが92。ここでさ、アナダガワのアウト。普段ここってこんなに人多いの？だいたいこれぐらい、だいたいこれぐらい。はい、ヒントあれガード、あくあこれね、あるある。正直まだわからない。花川が現地がある分まだ言う。と思ったらまあ、言うとけな。まあ、黄色い。まあ、黄色いけど、食らうやつが悪い。劇的逆転勝利。すごい試合でした。今ならわかります。仲間同士、時には全力で競い合う。緊張すんな。どうも、実況変わりました。ロッピータッシャーです。